アラド AR-231 アラド AR-231 アラド AR-231 は第二次世界大戦中にドイツ海軍のために試作された水蒸気である。潜水艦に搭載することを目的に開発されたが、性能が悪く一機が試作されただけで終わった。左右で段違いに配された主翼ドイツ海軍の潜水艦は当初は排水量300トン前後の小型艦が多かったが、 第二次世界大戦回戦の頃から600トンを超えるものが建造されるようになった。また外洋に出て活動する機械も増えてくると、上空から目標物の位置等を観測する航空機を潜水艦に搭載することが要望されるようになった。そこでドイツ海軍はアラド社に対して潜水艦に搭載するための小型水蒸気の開発を1940年に指示した。 AR-231 の正式名称を与えられた試作機は1941年に完成した。AR-231 は金属製の胴体にパラソル式の主翼を持ったソーフロート式の水蒸気で 160HP の空冷エンジンを搭載していた。外観上の特徴は主翼が右翼と左翼で段差がついていることでこの段差を利用して 主翼を後方に重ねて折りたたむことができた。機体各部も分解して、潜水艦に搭載した防水コンテナに格納できるよう工夫されていた。潜水艦が目標に近づくと浮上後会場で組み立てられ、離水するが、組み立てから離水までの時間は約6分であった。なお、開発時には、日本の潜水艦艦載機のようなカタパルトによる射出は考えられていなかった。 試作機は1941年初めに完成後テストされたが段差のある主翼が要因で飛行時の安定性が極端に悪かった。また強い向かい風がないと利水できず海上に少しでも波があるとこれまた利水できないなど実用機としては問題が多かった。このため数回のテストの結果実用化は無理と判定され本機の開発は 試作機一機で中止となった。ありがとうございます。